ライガーチャンネル、今日のテーマですね、プロレス最強タッグ、ライガーが思う最強タッグ、ヘビー編とジュニア編で分けてやってみたいと思います。そもそもですけど、ジュニアの方のタッグとヘビーの方のタッグって全然違うもんですか？違うね、やっぱファイトスタイル違うよね、うん、新日で言えば新日のジュニアのタッグってもうごく最近ですけどね、昔はそうはなかったもんね、うん、で新日本プロレスってどっちかというとシングルプレイヤーが多いから、ヘビー級でタッグってなかなかいかなかったですよね。だから新日本プロレスのね、昔のパンフレット、俺が中学生ぐらいだから40年ぐらい前か、うん、ぐらい前のパンフレットみたいなんですよ。1試合目から9試合ほぼシングル、タッグないんですか？ほぼない。だから1日であの当時9試合やった、うん、だから7つぐらいはシングル。新日本プロレスは本当に昔からシングルのプレーだよね、うん、それで言えばやっぱ全日本プロレスさんの方がタッグで言えば外人がすごく多彩でしたよね、うん、そうですね、まずジュニアで、新日本でね、ジュニアの、ね、タッグって言ったら、やっぱメキシカンが多かったね。メキシコから来る選手、うん、ビジャーンとかね、カネックソリタヨ君と、もうカネックソリタヨ君はもうヘビ級って感じだったから、うん、でジュニアとあのグレコ、セルヒオ、うん、まあ、そういうメキシコの、うん、選手が特にジュニアヘビー級っていう中では多かったですよね、うん、でその中でもやっぱり僕が見てこの人、まあ、メキシコ遠征に僕が行ってた時も、まあ、すごいなって思ったのはペロアグアヨだね。この人はプロだったよ。あの猪木さんと通じるところがよくあって、猪木さんも昔は会場に入ったら笑わない、うん、空気がとにかく張り詰めて、で会場に入ると出るまではもうそういう状態、うん、ピキーンっていう、それがペロアグアヨにもありました。とにかくピキーンってしましたね。で試合が終わろうがかお客さんが見てようが見てないところであろうが、もうとにかく手に抜かないですもんね。ガンガンにやったもん、うん、ガンガンに。で僕控え室に行ってトイレから入った時、ペロアグアヨが対戦相手だったから、それとダーッと会場に入ってきたんですよ、はい、控え室からガーン会長から、はい、うん、で試合じゃなくてもう喧嘩になってるから、もう誰か止めなきゃいけないんじゃないかみたいな感じになってたんですけど、いやもうそれはちゃんと試合として、まあ控え室の前から控え室の中でやっと離れる。だから見てようが見てようがとにかく最後まで強力なんで、で控え室に入ってからって安心した。どう誰が見てるのか、ね、最後までやりにくいんです。ペロはそうでしたね、あのお父さんはすごいよ。でそんな中で僕がこのチームはやっぱりすごかったねっていうチームがあります、はい、うわすげえって思ったのはダイナマイトキッドとデビーボイスミスです。これは後々、まあ、すぐにですけどヘビー級に、まあ、転向っていうかヘビー級を主戦場にするようになったんで、期間はすごく短かったんですよ。ジュニアヘビー級のタッグチームとしてやってた頃でもね、もう本当にヘビーに移る直前なんで体もでかかったし、デビーボーイスミスお前100キロ以上あるでしょっていうような体つき、でもジュニア男性で本人やってましたけど、ね、このチームはもう最強でしたね。まあ WWE でタッグのベルト取ったりとか確かしてるはずです。まだそうヘビーに転向しきる前の体で190とか2メートル近いっていう体勢の相手として戦ってたわけですから、スケール違うよね。あのね、最初デイビーボーイがね控え室に僕が出入りするじゃないですか、ものすごくおとなしいんですよ。ずーっとしたってこういう感じでいるんですよ。えすごくおとなしい感じでしたよね。でもキッドは笑顔ないです。見たことないですか？ないです。写真ではあんまないんじゃないかな。なんかふんってニヒルに笑ってる写真はよく見ますけど、腹がゲラゲラゲラってなって冗談言い合ってたとこないです。身体能力はめちゃくちゃ高かったですよね。まあそれはね、バネットはすごかったけども、タッグチームでありながら個々の力で戦ってたっていうイメージがあるよね。ああうまく融合させるんだって、俺はこれでこう、まあ、これでいけ、お互いがもう自分の持ってる最大限のものを出してたから最強最高のタッグチームに見えたけど、まあダイナマイト・キッドとデビー・ボイスミスの DVD はいっぱい残ってると思うんで、改めて最近プロレスファンになったっていう人も見てほしい、うん、ダイナマイト・キッドとデビー・ボイスミスのジュニアタッグ
ジュニアの時代でのタッグで1位決定です。うん、ヘビーいきます。これはね結構いるんですよね。タイガージェットシーン上田なんですけどさ、うん、このチームはもう最強ですよね。どっちの強ですか。大吉、中吉、吉、強の強そっちの強ですか。あれね、上田さんがいてよかったよ。若手が止め入ってもサーベルで殴るんだ若手の選手たちを。若手よ、若手止められないよ。怖いですね。それに行ったら殴られるし、あれはね、と上田さんいてよかった。上田さんだけなんだよ、取られるの。取られるのもほぼ上田さんだね。へえ、上田さんすごいですね。それはだからジェット審査もしてたんじゃない、上田さんの実力っていうか、うん、で、日本でやっていくにはこいつ共闘した方がいいってことがあったんで、うん、サーベルで殴ったりはしなかったんじゃないかな。よく言えばリスペクト、悪く言えば利用してた、うん、自分がのし上がるため、はい、でね、あとね、猪木さん、坂口さんメインのイメージありますね。で、もうどうするのもあるよね。うん、僕の中では、悪魔の僕の中ではやっぱり猪木坂口っていう2人のチームが僕はやっぱ最強だったと、うんうん、で、その後を継いでたから藤波さんで、木村恵子さん藤波さんも猪木さんの付き人で、で、木村恵子さん坂口さんの付き人で、あ、そこで、じゃあそう、そこでまたポンと降りてきて、その付き人同士が付いたみたいな。で、外人で言えば、まあ、新日本プロレスから飛び出ますけど、アブトラザ・プッチャーとザ・シーン、これも大吉、中吉、小吉、強、強最強チーム、はい、やっぱね、シークさんというのはね、男子トイレからいきなり一般の人とも一緒だったんだろうね、うん、ファンの人もレスラー関係者の人もトイレが一緒というか、うん、あるんですよ、ちっちゃい体育館にトイレがないとか、うん、その時にトイレに行こうと思ってたら、飼育さんがバーンって出てきて、いるお客さんも構えなしでどっかんどっかんぶつかって鼻飛ばしてくる。お客さんを、そう、行かれてるよ。そのわけわかんないと、アブラザムッチャっていうわけよく整理しましたね。わけわかんないそれはフォークで人刺すよ火吐いたあの二人は。そういう意味ではもう最強タンクじゃなくて大強だね大強タンクだね。で、あとこれはもう皆さん異論はないと思いますけども、やっぱザ・ファンクス、うん、まあ、兄弟だもん、うん、かっこいいですね。かっこよかったしね、ファンクス2人とも NWA のチャンピオンになってますしね、はい、ドリさんもテリさんも、うん、このチームはやっぱすごいよね。で、ちょっと時代はもう後にずっとなっちゃうんですけど、まあ、全盛期は過ぎたと思うんですけど、アンドル・ザ・ジャイアントとパワーだ、すごいですよね。とんでもないコンビですよね。塗り壁だもん壁が2ついるの、これドーンっつって、そのチームはやっぱすごかったよね。だからね、最強タッグで1位を上げるっていうのは難しいのよ、うん、もちろんゼネモンさんとかもあるしね。うわー、誰だろうやっぱりそういう意味で、やっぱりザ・ファンクスなんのかね。NWAのチャンピオンなってるからね、二人ともが。ファンクスでいこうはい。まあ、それでは僕の、あくまでもこれは僕の中でのレスラーの最強タッグ、ヘビー級部門は、ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンクのザ・ファンクスに決定でーす。まあ、ということで、ライガーチャンネル目指せ100万人、ここでまた新たにポチッとポチッとよろしくお願いします。見るだけじゃダメなのよ、本当にお願いします。登録登録ポチッとお願いします。とりあえず20万いきましょう。年末向けて20万いけたいと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。